こんにちは、翔太です。今回なんですけど、白卓関連の動画ですね、最近、たくさん、出させていただいたんですけど、そちらに関してですね、ちょっとコメントとかでですね、悩んでいる方とかもいらっしゃるのかなと思いますので、そちらについてコメントしていこうかなというふうに思います。ですね、ちょっと白卓が映っている動画ですね、関係でやっていこうかなと思うんですけど、先日ですね、バッファーを取る順番っていう風な動画を上げさせていただいたんですけど、台紙名はいらないですかっていう風なコメントをいただきました。戦役においては台紙名、私は個人的には優先度としては低いかなという風に思ってはいます。ただですね、闘技場においてはやっぱり強力なキャラクターであることには間違いないので、ちょっと私はこの時は闘技場は一回度外視して戦役目線でお話ししていたんですけど、闘技場も含めるとですね、ニビアン暴走生後で 100% 攻撃力上がるのに対して、大使命であれば 80% ですね、攻撃力を上げることができるので、比較的、蓄力で他にも、状態上耐性であったり反射耐性がつく中で攻撃力も暴走と 20% しか変わらないっていうところで、大使命を取るというのはそういった意味ではかなりありなのかなというふうに思います。そのコメントに対してですね、超運さえいればですね、ニビアンはいないというのは、おっしゃる通りで、アタッカーとして、超運を、使用していればですね、暴走生後自身で付与することができるかと思いますので、ニビアンスルーして大使命であってもいいですし、ショーであってもいいですし、どちらかのキャラクター取っていただければいいんじゃないかなというふうに思います。こちらに関してはですね、攻撃力が一番上がる組み合わせ、攻撃力というかダメージが一番出るような、組み合わせで考えたときは、暴走を付与した方がいいかなとは思ったんですけど、闘技場まで入れると確かに、蓄力キャラクターですね、入れた方が反射耐性とか細菌だと有効に働くかなと思うので優秀かなと思います。戦役でですね、発行2名の応援出しで使って、いたんですが、白卓だとその応援出しにバフをの副将をもう一人増やすことができるから戦役が進みそうだ。これはですね、本当にその通りで、これまでのですね、罪悪系のキャラクター撃砕とか箱、を付与できるキャラクターって、バッファーの中にも確かにいたんですけど、割とですね、箱と撃砕に関してはもうそれだけのキャラクター、立ち位置のキャラクターっていうのが結構多かったんですが、白卓とかキューちゃんはですね、急転原女、これらはスキル1で生後状態を付与して、スキル2は箱とか座薬を付与していくことができるっていうところで、1人でですね、2役することができるっていうところ、これによってですね、これまでバッファーとデバッファーですね、で2枠使っていたところが1枠に収まるっていうところで、別のですね、副将を出すことができることができるようになる方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。そういった場合はですね、別のバフですね、っていうのを後からさらにですね持ったり、別の罪悪状態を敵に付与したりっていうキャラクターを別で採用することができるようになるので、そういった面でかなり白卓を使うっていうのはありなのかなというふうに思います。9点持ってない復活ボフス、長期戦ならどうせデバフが効かなくなる、そのうち祝福も剥がされるようになるので、撃砕薬外してバフ大盛り、してた方がいいのかな。これに関してはですね、確かに、ボスの後半戦ですね、っていうのは、デバフ効かなくなって祝福も剥がされるようになるっていうところは確かにその通りなんですけど、長期戦をやるのであれば、確かにそのような、考え方かなというふうに思います。とはいうものですね、バフを持っていくと結局ですね、今の環境であれば、メインどころとなる罪悪状態は付与できるのかなというふうに思いますので、急転原理を持ってない場合ですかね、持ってない場合に関しては、バフを盛る、そこまでバフのキャラクターがいるのであればいいかなというふうには思うんですけど、撃砕を付与してある間はですね、火力、1.5 倍から2倍ぐらいに伸びるかなというふうに思いますので、その期間を生かしてですね、ダメージを早く与えるっていうのがいいかなというふうに感じました。次は確かに戦役が三角形のローコストでいいのはありがたいし、闘技場もとりあえず強力なスキル1を打てば主力の火力アップして
がアップしてプラス硬くなると考えたら白濁はぜひ取りたいというところになるんですけど、その通りで、白濁ですね、繊維だけで考えるとむしろ三角性ぐらいの方が扱いやすいっていうのがまあ正直なところです。というのがですね、こちらのキャラクター五角星まですると闘技場でめちゃめちゃ強くなるんですけど、人気状態に入っちゃうっていうのが、まあ、良くも悪くも厄介で、まあ闘技場においては別に構わないんですが、戦役においてはですね、この白濁の攻撃力が 1.5 倍になる。これがですね、使っているキャラクターみんな 1.5 倍になれば別に何も気にしなくていいんですけど、まあ、例えば白濁だけが 1.5 倍になっていたら、アタッカーと劉備がまあ別にいたとして、まあ、そのアタッカーと劉備、攻撃力の補正入ってないと思うんですよ。入ってるキャラもいると思うんですけど、少なくとも劉備は入ってなくて。ってなると、最大攻撃力が最も高い2名をできる限り劉備とアタッカーにしておきたいっていう、まあ、現状がある中で、白濁の攻撃力がベースとして 1.5 倍になっているっていうのはかなりめんどくさくて、攻撃力の調整ですねっていうのがめちゃめちゃめんどくさくなるんですね。まあ、ちょっと強くなればなるほどそこの調整ややこしくなってくるんですけど、ちゃんと計算してあげたいないとですね、まあ、例えばニビアの暴走が白濁に飛んでしまうみたいな展開っていうのは、まあ、多々起こりうるかなというふうに思うので、そこは注意が必要かなというふうに思いました。まあ、三角星のローコストで戦役できるっていうのは本当にありがたい。まあ、五角星まですると闘技場もめちゃめちゃ強い、っていうところで、まあ、三角星でもスキル1は打てるので、スキル1打つだけで白濁めちゃめちゃ強いので、まあ、十分ですね、強力かなというふうに思います。ぜひ取りたい、キャラクターかなというふうに思いますね。で、まあ、学神ですね、ちゃんが今来ていたと思う、まあ、先日まで来ていたと思うんですけど、まあ、同時に白濁が来たっていうところで学神ちゃんは見送りですねっていうふうなコメントもいただいていて、本当にまあだいぶ学神への愛がないと取れないような状況だったのかなというふうには思います。で、次がですね、アマテラス取ってる人は月読み取れなくなるようなら後悔しそうっていうところで、まあおそらくなんですけど、来週、まあ1月の月末キャラクターですね、が月読みになるっていう噂が結構出てるかなというふうに思います。まあ先月はアマテラスが来ていて、今月はまあ月読み、正月のイベントの最後のところでですね、立ち絵だけ出ていたかなと思う。立ち絵アイコン？まあちょっと絵が出ていたかなと思いますけど、あちゃのキャラクターが来るんじゃないかっていう風に言われてますね。で、あちゃのキャラクターが集中生後の、キャラクターになる可能性がまあ高いっていうところで、まあ帽子の、まあ帽子の時代が来るかって言われるとどうかなってところはあるんですけど、まあアマテラスが祝福を全体にばらまいて、つくよみはまあ集中を全体にばらまく感じなのかなと思っているんですけれども、まあこのアマテラスとつくよみの相性がいい可能性っていうのがまあちょっと今わかんないですけどね、あるっていうところで、まあまたちょっと白濁とそのまあ月読み、仮に月読みだったとして、まあそれ期間が被ることはないかなと思いますので、ちょっともう今決めるしかないんですけど、基本的には、まあアマテラス取っていても、まあ白濁を持っていないのであれば白濁取った方がいい、後悔は少ないのかなというふうに思います。で、他にもこういったコメントはいただいていて、白濁を取らせておいてすぐ後にごくりっていうふうなコメントもいただいていて、確かにそういったですね、まあちょっと何が起こるかわからないっていうところはあるんですけど、まあ基本的にはバッファーのぶっ壊れが来ない限りは、まあ来たとしても白濁を後悔することはよっぽどないかなというふうに思うので、まあよっぽどなことがないと、なんかこれまでに見たことのないような、なんかこれまでのキャラクターとなんかもう数段階上を行くようなキャラクターが来ない限りはよっぽど後悔はないかなと思います。アタッカーよりは全然、アタッカーよりはというか、一人はアタッカー持っといてほしいんですけど、新しいアタッカーを取るよりは白濁を取った方が絶対に、まあ総合的に見るといいと思うので、アタッカーは後から取れるけど、バッファーは後から取ると、後から取れますけど、アタッカーっていうのは定期的に来るんですよ。嫌でも。
その時その時ですね、旬なキャラクターっていうのが、まあ、新しいキャラクターとして何かしら来ているので、まあ、その中で強い弱いはあるんですけど、まあ、もう今の段階だともう弱いでもめちゃめちゃこれまでに比べると強いみたいな感じになってるんで、別にいつ取ってもぶっちゃけアタッカーはいいんですよ。まあ、もちろんですね、人権キャラみたいなやつはいますけど、マーリンとか工芸とかアポロとか、いますけど、まあ、その時々のですね、新キャラを取っていれば多分アタッカーっていうのは基本的にこと足りる、っていうところを考えると、バッファーですね、っていうのはたまにしか来ないんですよね。まあ、ちょっと最近ハクタクと急転原女と、大使命、まあ、この3名に関してはですね、あ、まあコキビモかに関してはポン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 と1ヶ月ずつぐらいで来たんであれですけど、まあ多分これ一通りですね、まあ、あと暴走生後の MR 生ぐらいしか来てないキャラいないんですけど、まあ、コブはちょっと違うかなって思ってるんですけど、まあ、コブももしかしたら来るかも。で多分その一通り終わったらもうしばらくまた新しいキャラは来ないと思うんですね。あの純 MR のキャラクターもうなんやかんやで1種類ずつ、1種類につき1体ずつぐらいしかいなかったと思うので、それぞれの、生後状態を付与できるキャラクターって、祝福生後なんて純 MR にも MR アバンにしかいなかったかなと思いますので、なかなか新しいキャラっていうのは多分来ないんですね。まあ、次のリアリティになるとかそういった時期が来ないかなと思います。なんでまあ再販を待つしかないっていう状態になっちゃうんですね。で再販を待つってなると、今回ハクタク、こんな早く再販っていう風に言われてるんですけど、言うて4ヶ月待ってますからね。なんでまあ半年ぐらいは普通にあの期間空くことはザラにあるので、しかもその半年の間に新しいバッファーが来ない可能性っていうのは十分にあって、でまあバッファーですね、取るチャンスっていうのはかなり限られてるっていうのが正直なところかと思うので、基本的には今、バッファーは取れる時に取る、アタッカーは、まあ待っていてもいいんですけど、基本的には新しく出たキャラクターの方が強いので、そちらを狙ってもらうのがいいかなというふうに思います。で次がですね、お疲れ様です。この状況でハクタク再販、もしかしたらシナジー優秀なアポロの再販も近いのか、でそして周年は弓章のアルテミスとか妄想がはかどりますね。果たしてどうなるのやら。まあこれに関してはそうかもしれないとしかちょっと言いようがないっていうところがあるんですけど、弓章のアルティミスですね、執念で来ることはないかなと思います。そのうち確かにアポロっていうなんかもうなんか海外の神様とかも来ているっていう状況なんで、アルティミスですね、確か弓系のパズドラの浅はかな緑色の知識しかないんですけど、まあ確か弓系の神様だったと思うので、アルティミスが来たら間違いなく弓章のなんか神様としてやってくるのかなと思うんですけど、周年キャラクターは大吉とか帰国してオリジナルキャラクターですよね、放置少女の。なんでまあ多分そっち系が来るんじゃないかなと思います。なんか既存のキャラクターでも大吉っているのか、大吉はいるのか、あれ帰国士もいるのか、なんか私勝手にオリジナルキャラクターだと思っていました。もしかしたらそれならあるかも。帰国士は本の名前なんですね。帰国さんが書いた本らしいですね。ちょっと今さら今初めて知ったんですけど、ならあるかもしれないですね。まあ、ただちょっと漢字キャラが多かったんで、なんか漢字キャラが来るのかなっていうふうには思ってるんですけど、まあ、アーサー王とか噂では、いつ来るんだっていう風に言われてるんで、そっち系かもしれないなとは思います。で、無課金の私は間に合わないのでスルーですね。おっしゃる通りですね。まあ、無課金で原本ない方は、どうしようもないかなと思うので、その場合はですね、スルーしてもらっても問題ないかなと思います。まあ、ただ、今後の原本戦略としては、まあ、旬なアタッカーを取るというよりも、まあ、バッファーが再販したタイミングでバッファーを取る方が、戦役とかにおいてはいいのかなと思いますが、思いますので、基本的にはですね、まあ、そちらのために原本を貯めてもらうのがいいのかなというふうに思います。で、動画のタイトルが登用させることを煽っているように感じますが、このハクタクの再販
は異例の速さはもしかして運営さんの罠なのかもしれないです。まあちょっと煽っているっていうところはあるかもしれないなとは思っているんですけど、まあちょっと正直ハクタクは煽ってないです。あの他のそうですね。まあ煽ってる感じの時もあるといえばあるかもしれないんですけど、ハクタクは煽ってないです。もう全然もう私もめちゃめちゃ取ろうと思ってるというか取ってるんで、正直ですね、ハクタクはかなり強いキャラクターかなというふうに思います。これまでですね持っていなかったサーバーに関してもちょっとそこは先ほどの方と同じで、私も別に課金しているサーバー一つしか基本的にはないので、原宝と水引きの余裕があれば取るって感じではあるんですけど、取れるサーバーに関してはもうできる限り、取るかなと、取ろうとかなと思っています。まあ煽るほどの性能だと思うよと、煽る気持ちはわかるけどっていうふうなコメントもいただいていて本当にありがとうございました。あと2つですね。まあ周年キャラがどうなるかはわからないし、思ってたのと違うってなる場合が大半のような気もしなくはないし、ここら辺で意見もいろいろあるだろうけど、私ならハクタクさん取るかなって、すでに持ってるけど複数のサバーカで取れなかったので、今回すべてのサバーカでハクタクさんをお迎えしようかなと思ってます。これ私も全く同じ考え方ですね。前回はハクタク取れなかったサーバー結構あったんですけど、結構半分かあったんですけど、今回はですね、まあ一応取れそうだと思ってるので、まあ最終日にですね勢いよく取ろうかなというふうに思っています。まあただちょっとハクタクですね、今取って唯一懸念点があるとしたら、次回反響ですね。多分次回反響、次の次回反響で生きるかって言われると、再販キャラって生きるのかな、次の次回反響でもし使えると最高なんですけどね、ちょっとそこが見えないっていうところがちょっと懸念点ではあるかなと思います。周年キャラは賭けでもあるしね、もし弓章なら弓章フルデッキの方でお迎えするのみ。弓章フルデッキのには今後多分なっていくかなというふうに思います。今のところハクタクさんに軍配かな。お疲れ様です、ありがとうございます。まあハクタク、そうですよね。まあ正直今全副将並べても取るべきキャラクターナンバーワンだと私は思っているので、ハクタク、闘技場というか戦役に関しては正直かなりおすすめです。で、動画投稿お疲れ様です。周年も控えているのに早すぎる。まあ本当におっしゃる通りで、もうこれはですね、かなりびっくりしました。まあいや正直運営さんうまいなと思っていて、まあおそらくですけど、あれですよね、多分周年キャラクターを取らせる前に原宝を使わせておこうっていう気持ちは分かります、正直。原宝ですね、使わせておいて7周年の時にのキャラを取るために課金してもらうっていう風な感じなのかなという風には正直思うんですけど、まあ、とはいうもののハクタクのこの再販は私は結構ありがたいと思ってますね。正直ですね、最近めちゃめちゃ取るべきキャラクターっていうのはいなかったんで、原宝余ってる方はなんやかんやいるんじゃないかなと思います。まあ、アマテラスを取った方が結構いらっしゃるのは知っているんですけど、まあそれぐらいで、なんか原宝を使う機会ってあんまりなかったかなと、まあ私は結構あったんですけど、アマテラスを取って、あと誰取ったっけ、あれだ、本田忠和ですね、を取ったりとかしていたんで、なんかあと1名ぐらい取ったような記憶があるようなないような気がするんですけど、まあそういったところが、アウススの花嫁を取ったっていうところがあって、ちょっとですね、原宝私は消費していたんですけど、多くの方は別にアウススも多分マスミの心で余ってる人が取ってると思いますし、アマテラスは、まあ、強い人は取ってる印象があるんですけど、めちゃめちゃ流行ってるわけでもない。で、まあ先日ですね、連携スキル持ちのキャラクターたちいっぱい来ましたけど、まあ言うても取ってる人少ないかなと思うので、まあハクタク取るだけの原宝余ってる方意外といらっしゃるんじゃないかなと個人的には思ってはいますので、まあぜひ良ければ取っていただきたいなというふうには思いますね。というところです。まあ、今回はですね、
あ、ちょっと一つだけコメント返させていただこうかなと思います。ちょっと相談させてくださいというところで、2023年9月15日にスタートして完全無課金運用しています。9月15日なんで、4ヶ月ぐらいですかね、4ヶ月半ぐらいやってらっしゃるのかなと思います。年末に虹コキビとアマテラスを投与したため、現在元宝が11万ぐらいしかなく、このまま3月の周年まで地道に貯め続けて、3月の新しくて強い CMR キャラを2体ぐらい投与して、2体、すごいですね、いや、個人的には1体でいいと思いますよ。ごめんなさい、途中で切ってしまって。2体取っても育成できないっていうのが正直なところなので、1体取ってその1体に集中するっていうのが、まず取るのであればそれがいいかなというふうに思っています。明日からの白拓を投与してしまうと、確実に周年イベントで元宝に余裕がなることは目に見えています。2体取ろうと思っているなら、白拓取っても、周年イベント1名は取れ、るかなと。今11万元宝ですよね。いけなくはないかなと思いますけど、ちょっと花の水引きの量にもよるんですけど、あ、花じゃない、絆の水引き、アマテラス取ってらっしゃるってことは、一回そこで使っていらっしゃるかなというふうに思うので、そもそも2体取れるかな。まあ、あまり元宝を使わなければ取れるかなとは思いますけど、まあ、なるほど。で、かといって現環境では白鷹は必須級のバッファーで飼育されづらいということも含めて考慮したときに、やはり白鷹は取るべきでしょうか。あくまで参考にさせていただきたく思っていますので、翔太さんの個人的な見解をお聞きしたいです。ちなみに強いアタッカーは持っておらず、現在完全にアマテラスのみの短期特化育成プラス7のみですとのことですが、まあ確かにアマテラスは強いアタッカーというわけではないんですけど、まあ、強いアタッカー、まあ、ちょっとスキル2が後半になってくるとちょっと弱いんで、そういった意味では強いアタッカーではないんですけど、スキル1は結構強いかなと個人的には思ってはいます。アマテラスですね、祝福聖護のキャラクターで、しかもスキル2ですね。で、必中となりますので、めちゃめちゃいい選択を個人的にはしたかなと、めちゃめちゃいい選択したかなと個人的には思っています。で、多分戦役もまだ190までは行かれてないんじゃないかなと思うので、戦役191以降はですね、ちょっと緑バフを使うのに工夫がいったりとかするんですけど、190まではあまり何も、バフ解除とかそういうのないので、お持ちのですねキャラクターを使ってもらえば、何でも使っていただければいいかなと思うんですが、虹コキビが、まあ、暴走を付与する、でアマテラスは自分に祝福聖護を付与できるんで、白拓を入れることによって、まず七星を付与することができるっていうところと、まあ、影子はアマテラス自身で付与できるし、虹コキビも付与できるんですけど、白拓の影子かなり強力なんで、まあ、しかも氷害も付与できるんで、まあ、そういった意味では、十分に使っていけるキャラクターかなと思います。で、しかもスキル2で破壊罪悪をばらまくことができるんですね。これがめちゃめちゃ強くて、まあ、虹コキビ、白拓、アマテラス。まあ、この3名使っていただくだけで、アマテラスのスキル2でですね、まあ、戦役であればもうほとんど倒していけるかなと思うので、いや、なんか正直私の中ではもう迷いなく取ってほしいなっていうふうに思いました。ちょっとこちらに関してはですね、すいません、コメント、返信もさせていただきますけど、まあ私はそのような、感じで、今のところ考えております。今回の動画はここまでにしようかなというふうに思います。白拓ですね、迷っている方は結構いらっしゃるかなと思うので、まあちょっと少しでもお悩みの助けになればなというふうに思います。これで今回の動画は以上にしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、 X のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。